『魔術』芥川龍之介あるしぐれの降る晩のことです私を乗せた人力車は何度も大森界隈の険しい坂を上がったり下りたりしてやっと竹藪ぶに囲まれた小さな西洋館の前にかじ棒を下ろしましたもうネズミ色のペンキの剥げかかった 狭苦しい玄関には、シャフの出したち人の明かりで見ると、インド人マティラム・ミスラと日本字で書いた、これだけは新しい瀬戸物の表札がかかっています。マティラム・ミスラ君といえば、もう皆さんの中にもご存知の方が少なくないかもしれません。ミスラ君は長年インドの独立を図っているカルカッ 生まれの愛国者で同時にまた発散官という名高いバラモンの秘宝を学んだ年の若い魔術の大化なのです私はちょうど一月ばかり以前からある友人の紹介でミスラ君と交際していましたが政治経済の問題などは色々議論したことがあっても肝心の魔術を使う時にはまだ一度も居合わせたことがありませんそこで今夜前もって 魔術を使って見せてくれるように手紙で頼んでおいてから当時ミスラ君の住んでいた寂しい大森の町外れまで人力車を急がせてきたのです私は雨に濡れながらおぼつかない車夫の提灯の明かりを頼りにその表札の下にある呼び鈴のボタンを押しましたすると間もなく戸が開いて玄関へ顔を出したのは ミスラ君の世話をしている背の低い日本人のおばあさんです。ミスラ君はおいでですかいらっしゃいます。先ほどからあなた様をお待ちかねでございました。おばあさんは愛想よくこう言いながら、すぐその玄関の突き当たりにあるミスラ君の部屋へ私を案内しました。こんばんは。 雨の降るのによくおいででした。色の真っ黒な、目の大きい、柔らかな口ひげのあるミセダ君は、テーブルの上にある石油ランプの芯をねじりながら、元気よく私に挨拶しました。いや、あなたの魔術さえ拝見できれば、雨くらいなんともありません。私は椅子に腰掛けてから、 薄暗い石油ランプの光に照らされた陰気な部屋の中を見回しました。ミスラ君の部屋は質素な西洋まで、真ん中にテーブルが一つ、壁際に手頃な書棚が一つ、それから窓の前に机が一つ、他にはただ我々の腰掛ける椅子が並んでいるだけです。しかもその椅子や机がみんな古ぼけたものばかりで、 縁へ赤く花模様を織り出した派手なテーブル掛けでさえ、今にもズタズタに裂けるかと思うほど、糸目があらわになっていました。私たちは挨拶を済ませてから、しばらくは外の竹やぶに降る雨の音を聞くともなく聞いていましたが、やがてまたあの召使いのおばあさんが紅茶の道具を持って入ってくると、ミスラ君は葉巻の箱の蓋を開けて、 どうです、一本。と、勧めてくれました。ありがとう。私は遠慮なく葉巻を一本取って、マッチの日を移しながら。確か、あなたのお使いになる精霊は、ジンとかいう名前でしたね。すると、これから私が拝見する魔術というのも、そのジンの力を借りてなさるのですか ミスラ君は自分も葉巻へ火をつけるとニヤニヤ笑いながら匂いの良い煙を吐いてジンなどという精霊があると思ったのはもう何百年も昔のことです。アラビア・ヤワの時代のこととめを言いましょうか。私が発散館から学んだ魔術はあなたでも使おうと思えば使えますよ。たかが進歩した催眠術に過ぎないのですから。ご覧なさい。 この手をただ、こうしさえすればよいのです。ミスラ君は手を挙げて、二三度私の目の前へ三角形のようなものを描きましたが、やがてその手をテーブルの上へやると、縁へ赤く折り出した模様の花をつまみ上げました。私はびっくりして思わず椅子をずり寄せながら、よくよくその花を眺めましたが、 確かにそれは今の今までテーブル掛けの中にあった花模様の一つに違いありません。が、ミスラ君がその花を私の花の先へ持ってくると、ちょうど邪行か何かのように重苦しい匂いさえするのです。私はあまりの不思議さに何度も簡単な声を漏らしますと、ミスラ君はやはり微笑したまま、また無造作にその花をテーブル掛けの上へ落としました。 もちろん落とすと元の通り花は折り出した模様になって、つまみ上げることどころか花びら一つ自由には動かせなくなってしまうのです。どうですわけはないでしょう今度はこのランプをご覧なさい。ミスラ君はこう言いながら、ちょいとテーブルの上のランプを置き直しましたが、その表紙にどういうわけか、ランプはまるでコマのようにぐるぐる回り始めました。 それもちゃんとところにたまったまま、ホヤを辛抱のようにして勢いよく回り始めたのです。はじめのうちは私も肝をつぶして、万一火事にでもなっては大変だと何度もヒヤヒヤしましたが、ミスラ君は静かに紅茶を飲みながら一向に騒ぐ様子もありません。そこで私もしまいにはすっかり度胸が座ってしまって、 だんだん早くなるランプの運動を目も離さず眺めていました。また実際ランプの傘が風を起こして回る中に黄色い炎がたった一つ瞬きもせず灯っているのは何とも言えず美しい不思議な見物だったのです。がそのうちにランプの回るのがいよいよ速やかになっていってとうとう回っているとは思えないほど澄み渡ったと思いますといつの間にか 前のように、ほや一つ歪んだ景色もなく、テーブルの上に座っていました。驚きましたかこんなことはほんの子供騙しですよ。それともあなたがお望みなら、もう一つ何かご覧に入れましょう。ミスラ君は後ろを振り返って、壁際の書棚を眺めましたが、やがてその方へ手を差し伸ばして、招くように指を動かすと、 今度は書棚に並んでいた書物が一冊ずつ動き出して自然にテーブルの上まで飛んできましたそのまた飛び方が両方へ拍子を開いて夏の夕方に飛び交うコウモリのようにひらひらと宙へ舞い上がるのです私は葉巻を口へくわえたままあっけに取られて見ていましたが書物は薄暗いランプの光の中に何冊も自由に飛び回って いちいち行儀よくテーブルの上へピラミッド型に積み上がりました。しかも残らずこちらへ移ってしまったと思うと、すぐに最初来たのから動き出して、元の書棚へ順々に飛び返っていくじゃありませんか。が中でも一番面白かったのは、薄い仮閉じの書物が一冊、やはり翼のように表紙を開いて、ふわりと空へ上がりましたが、しばらくテーブルの上で輪を描いてから、 急にページをざわつかせると、逆落としに私の膝へさっと降りてきたことです。どうしたのかと思って手に取ってみると、これは私が一週間ばかり前にミスラ君に貸した覚えがあるフランスの新しい小説でした。長々ご本ありがとう。ミスラ君はまだ微笑みを含んだ声で、こう私に礼を言いました。 もちろんその時はもう多くの書物がみんなテーブルの上から書棚の中へ舞い戻ってしまっていたのです。私は夢から覚めたような心持ちでしばらくは挨拶さえできませんでしたが、そのうちにさっきミスラ君の言った、私の魔術などというものはあなたでも使おうと思えば使えるのです。という言葉を思い出しましたから、 いや、金ね,ね評判は伺っていましたが、あなたのお使いなさる魔術がこれほど不思議なものだろうとは実際思いもよりませんでした。ところで私のような人間にも使って使えないことのないというのはご冗談ではないのですか使えますとも誰にでも造作なく使えます。ただ、と言いかけてミスラ君はじっと と私の顔を眺めながらいつになく真面目な口調になってただ欲のある人間には使えません発散感の魔術を習おうと思ったらまず欲を捨てることですあなたにはそれができますかできるつもりです私はこう答えましたがなんとなく不安な気もしたのですぐにまた後から言葉を添えました 魔術さえ教えていただければ。それでもミスラ君は疑しそうな目つきを見せましたが、さすがにこの上念を押すのは物質家だとでも思ったのでしょう。やがて応用にうなずきながら。では、教えてあげましょう。が、いくら造作なく使えると言っても、ナーラウロには暇もかかりますから、今夜は私のところへお泊まりなさい。 どうも、いろいろ恐れ入ります。私は魔術を教えてもらう嬉しさに、何度もミスラ君へお礼を言いました。が、ミスラ君はそんなことに頓着する景色もなく、静かに椅子から立ち上がると、おばあさん、おばあさん、今夜はお客様がお泊まりになるから、寝床の支度をしておいておくれ。 私は胸を踊らしながら、葉巻の灰を叩くのも忘れて、まともに石油ランプの光を浴びた、親切そうなミスラ君の顔を思わずじっと見上げました。私がミスラ君に魔術を教わってから、一月ばかり経った後のことです。これもやはりザーザー雨の降る晩でしたが、私は銀座のあるクラブの一室で、 五六人の友人と暖炉の前へ陣取りながら気軽な雑談にふけっていました何しろここは東京の中心ですから窓の外に降る雨足もしっきりなく往来する自動車や馬車の屋根を濡らすせいかあの大森の竹やぶにしぶくような物寂しい音は聞こえませんもちろん窓の内の陽気なことも 明るい電灯の光といい大きなモロッコ川の椅子といいあるいはまた滑らかに光っている寄木細工の床といい見るから精霊でも出てきそうなミスラ君の部屋などとはまるで比べ物にはならないのです私たちは葉巻の煙の中にしばらくは寮の話だの競馬の話だのをしていましたが そのうちに一人の友人が、水差しの葉巻の暖炉の中に放り込んで、私の方へ振り向きながら、君は近頃魔術を使うという評判だが、どうだい今夜は一つ僕たちの前で使ってみせてくれないかいいとも。私は椅子の背に頭を持たせたまま、さも魔術の名人らしく、 王兵にこう答えました。じゃあ何でも君に一任するから世間の手品しなどにはできそうもない不思議な術を使って見せてくれたまえ友人たちは皆賛成だと見えて天で,でに椅子をすり寄せながら促すように私の方を眺めましたそ,しそこで私はおもむろに立ち上がって よく見ていてくれたまえよ。僕の使う魔術には、種も仕掛けもないのだからだ私はこう言いながら、両手のカフスをまくり上げて、暖炉の中に燃え盛っている石炭を無造作に手の上へすくい上げました。私を囲んでいた友人たちは、これだけでも、もう荒木もをひしがれたのでしょう。皆顔を見合わせながら、 うっかりそばへ寄って薬土でもしては大変だと気味悪そうに汁込みさえし始めるのです。そこで私の方はいよいよ落ち着き払ってその手の上の石炭の火をしばらく一堂の目の前へ突きつけてから今度はそれを勢いよく寄木細工の雪へ撒き散らしました。その途端です。窓の外に降る雨の音をあして もう一つ変わった雨の音がにわかに床の上から起こったのはというのは真っ赤な石炭の火が私の手を離れると同時に無数の美しい金貨になって雨のように床の上へこぼれ飛んだからなのです友人たちは皆夢でも見ているように呆然と喝采するのさえも忘れていましたまずちょいとこんなものさ 私は得意の微笑を浮かべながら、静かにまた元の椅子に腰を下ろしました。こりゃ、皆、本当の金貨かいあっけに取られていた友人の一人が、ようやくこう私に尋ねたのは、それから5分ばかり経った後のことです。本当の金貨さ。嘘だと思ったら手に取ってみたまえ。 まさか、やけどするようなことはあるまいね。友人の一人は恐る恐る床の金貨を手に取ってみましたが、なるほど、こりゃ本当の金貨だ。おい、九二、ほうきとちりとりとを持ってきて、これをみな履き集めてくれ。九二はすぐに言いつけられた通り、床の上の金貨をはき集めて、 渦高く傍らのテーブルへ盛り上げました友人たちは皆そのテーブルの周りを囲みながら「ざっと20万くらいありそうだね」いやもっとありそうだ「華奢なテーブルだった日には潰れてしまうくらいあるんじゃないか」「何しろ大した魔術を習ったものだ石炭の日がすぐに金庫になるだろうだから」 これじゃ一週間と経たないうちに岩崎や三井にも負けないような金満家になってしまうだろう。などと口々に私の魔術をおめそやしました。が、私はやはり椅子に降りかかったまま悠然と葉巻の煙を吐いて、いや、私の魔術というやつは一旦抑止を起こしたら二度と使うことができないのだ。だからこの金貨にしても君たちが見てしまった上は、 すぐにまた元の暖炉の中へ放り込んでしまおうと思っている。友人たちは私の言葉を聞くと、言い合わせたように反対し始めました。これだけの大金を元の石炭にしてしまうのはもったいない話だというのです。が、私はミセダ君に約束した手前もありますから、どうしても暖炉に放り込むと、 強情に友人たちと争いました。すると、その友人たちの中でも、一番狡猾だという評判のあるのが、鼻の先でせせら笑いながら、君はこの金貨を元の石炭にしようという。僕たちはまたしたくないという。それじゃあ、いつまで経ったところで議論がひないのは当たり前だろう。そこで僕が思うには、 この金貨を元手にして、君が僕たちとカルタをするのだ。そうして、もし君が勝ったなら、石炭にするとも何にするとも自由に君が始末するがよい。が、もし僕たちが勝ったなら、金貨のまま僕たちへ渡したまえ。そうすれば、お互いの申し分も経って、至極満足だろうじゃないか。 それでも私はまだ首を振って、容易にその申し出に賛成しようとはしませんでした。ところがその友人は、いよいよあざけるような笑みを浮かべながら、私とテーブルの上の金貨とずるそうにじろじろ見比べて、君が僕たちとカルタをしないのは、つまりその金貨を僕たちに取られたくないと思うからだろう。それなら魔術を使うために、 欲信を捨てたとかなんとかかう、せっかくの君の決心も怪しくなってくるわけじゃないか。いや、何も僕はこの金貨が惜しいから石炭にするのじゃない。それならカルトはやりたまえな。何度もこういう押し問答を繰り返した後で、とうとう私はその友人の言葉通り、テーブルの上の金貨を元手に、 どうしてもカルタを戦わせなければならない羽目に立ち至り,りました。もちろん友人たちは皆大喜びで、すぐにトランプを一組取り寄せると、部屋の片隅にあるカルタ机を囲みながら、まだためらいがちな私を早く早くと咳立てるのです。ですから私も仕方がなく、しばらくの間は友人たちを相手に、いやいやカルタをしていました。が、 どういうものか、その夜に限って、普段は格別カルタ上手でもない私が、嘘のようにどんどん勝つのです。するとまた妙なもので、はじめは気乗りもしなかったのが、だんだん面白くなり始めて、ものの十分と経たないうちに、いつか私は一切を忘れて、熱心にカルタを弾き始めました。友人たちは、元より私から、 あの金貨を残らず巻き上げるつもりでわざわざカルタを始めたのですからこうなると皆焦りに焦ってほとんど欠晶さえ変えるかと思うほど夢中になって勝負を争い出しましたがいくら友人たちが躍起となっても私は一度も負けないばかりかとうとうしまいにはあの金貨とほぼ同じほどの金高だけ 私の方が勝っってしままたじゃありませんかするとさっきの人の悪い友人がまるで気違いのような勢いで私の前に札を突きつけながら「さあ引き賜え僕は僕の財産をすっかりかける」「地面も佳作も馬も自動車も一つ残らずかけてしまう」「その代わり君はあの金貨の他に 今まで君が勝った金をことごとくかけるのだ。さあ、引きまえ。私はこの刹那に欲が出ました。テーブルの上に積んである山のような金貨ばかりか、せっかく私が勝った金さえ、今度運悪く負けたが最後、皆相手の友人に取られてしまわなければなりません。のみならずこの勝負に勝ちさえすれば、 私は向こうの全財産を一度に手に入れることができるのです。こんな時に使わなければ、どこに魔術などを教わった苦心の会があるのでしょう。そう思うと、私は矢も盾もたまらなくなって、そっと魔術を使いながら、決闘でもするような勢いで、よろしい。まず、君から引きまえ。く、キング、 私は勝ち誇った声を上げながら、真っ青になった相手の目の前へ、引き当てた札を出してみせました。すると不思議にもそのカルタのキングが、まるで魂が入ったように、冠をかぶった頭をもたけて、ひょいと札の外へ体を出すと、行儀よく剣を持ったまま、にやりと気味の悪い微笑を浮かべて、おばあさんおばあさん、お客様はお帰りになるそうだから、 寝床の支度はしなくてもよいよ。と、聞き覚えのある声で言うのです。と思うと、どういうわけか、窓の外に降る雨足までが、急にまたあの大森の竹やぶにしぶくような、寂しい残ざ,ざぶりの音を立て始めました。ふと気がついて、あたりを見回すと、私はまだ薄暗い石油ランプの光を浴びながら、まるであのカルタのキングのような微笑を浮かべているミスラ君と、 向かいい合って座ってて座たのです私が指の間に挟んだ葉巻の葉えさえやはり落ちずに溜まっているところを見ても私がひ月きばかり立ったと思ったのはほんの2、3分の間に見た夢だったのに違いありません。けれどもその2、3分の短い間に私が発散感の魔術の秘宝を習う資格のない人間だということは私自身にも見世田君にも明らかになってしまったのです。 私は恥ずかしそうに頭を下げたまま、しばらくは口も聞けませんでした。私の魔術を使おうと思ったら、まず欲を捨てなければなりません。あなたはそれだけの修行ができていないのです。ミスラ君は気の毒そうな目つきをしながら、縁へ赤く花模様を織り出したテーブル掛けの上に肘をついて、静かにこう私をたしなめました。 芥川龍之介「魔術」朗読2017年11月北島陽一。